前回でマコレちゃんを無事救出することができました。よかった。これからは一心同体一蓮托生で頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。というわけで、このマコレちゃんを連れてこっちですよ。エントランスホールに入る前、ここですよ。木を生やしていったところ、わっ、鳥さんがいるのか。何、私の生やす木にはセナ様が守りにゃもにゃもにゃ、セナ様が持っているフックショットが多分刺さると思います。試してみてください。了解。敵さんも出て、で火のコウモリさんを出してくるとは。まずはちょっと待ってくださいよ。まずはマコレちゃんを安全圏に飛ばしましょうか。はい、操りの歌でマコレちゃんを上の方に飛ばしまして、で別々でフックショットで上がっていくと、こっちはこっちで、はいはいはい、危ない、もう危ない、もう、よし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 、あ、ガイゴスさんもいる。炎をまとったガイゴスさんもいる。あ、よし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 、 OK、 いい位置につきました。でここで待たせておいて、待機させておいて、であとはリンクさんが無事登ってくることを祈るのみ、祈るのみ。よし、こっち行って、わ、近い。別に倒さなくてもいいです、倒さなくてもいいです。ひるませることができれば、ほら、ラスト、よし、さあ抜けましょう。危ない、うん、さてと、うわあ、びっくりした。この青いやつは、まあとりあえずガイゴスさんなんかもうダメージを受ければそれまでなの。あ、もうエルチュームが抜けてしまう。ここだ、さあでスッと倒す。これ弓矢があったらな、一回一回登らなければなりませんね。デクノハが届きませんし、デクノハの風力が、ああ、どどどど、危ない危ない、ジルピー。さあ、じゃあマコレちゃんは操りの歌でどんどんと木を生やしていきましょう。はい、生やす植木鉢が丁寧にありますから。ありました、こんもりしてるところ。でマコレちゃんがダメージを、ああ、気づくのか。マコレちゃんがダメージを受けてしまうと、この操りの歌が一旦溶けてしまいますので、よし、一本一本生やしていくか。うわあ、くそー、こうやって溶けてしまうんですよ、効率が悪いので。いや待てよ、これまさかこれ、ね、動きを読めばフックショットも強力な武器になり得るような、なり得ないような当たりませんかね。いや、じゃあ向こうに行ったのであればこっちに移動しておきましょうか、その方が早い。ああっと、すごい、こっちに近寄ってくるのであれば対処しましょうか。先読み、難しいな。危ねえ、まあ、倒すことができました。こうね、デクノハで飛ばすこともできるんですけれども、デクノハで飛ばすと術中アークこの下に落ちるでしょ、ですから復活するんですよ。だから倒しておいた方が早い。というわけでまた操りの歌、はいはい、じゃあ慎重に行きましょうか。うわ、もう気づかれた、もう、あー、くそ、うわ、下に落ちてる、うん、待て、危ねえ。こっから届くのか、あやつの歌届きますか。うわ、届く、有能、ここら辺だったっけな、こっちはまだ生やしてませんよね。あ、もう気づかれた、早い、ガイコさん仕事が早い、うわ、ちょっとどうしたの。いやー、これすぐ操りの歌、うわ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 、寄ってたかって、もうちょっと待って、一回リンクさん助けに行きましょうか。これはちょっと許しちゃおけねえよ、とりあえず、はい、えらい定めて、先読み、きた、うまい、しゃあ、いいっすね、こっちも届きますからきっと、先読み、わあ、下すぎた、こっちに戻ってくる時がありますから、ここ、うわ、当たったんじゃないの、さっき、ああ、ここだ、よっしゃ、うまい、オッケー、ふう、さあこれで心置きなくマコレちゃんを操りまして、木を生やしていきましょう、どんどんと。はい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 、まずはここに一つ、二つ目、で、最後の三つ目が、うわー、
このフロアマスターさんに奪われると、奪われてしまうと、マカルちゃんを奪われてしまうと、とんでもなくめんどくさくなるので、安全地帯に逃げておきましょうか。こっちこっちこっち、草むらに隠れておこう。うわっ、すごい擬態化してる。絶対バレねえぜ。よし、じゃあリンクさんでこうトントンと登っていきましょう。もうそれまでは敵さんがいませんので、ゆるりとごゆるりと登る。うわー、はい、マコロちゃん、よし。でここでマコロちゃんをこっちに配置で、こうするとトン、おお、風力発電のところがですね、下に潜り込めるようになりました。もちろんこの回っている状態の時ではこうね、下に降りることはできないんですけれども、さてと、宝箱もじゅんぐりむんぐりありますけれども、どうしたものかな。うわ、向こう、ちょっと向こうから行ってみましょうか。向こうから行ってみましょう。あそこの扉真正面ありますよね。まずはマコリちゃんを運びましょうか。はい、行きますよ行きますよ。ここ難しいな、難しいな。一回ここで着地しておきましょう。はい、うまいこと着地。で、まあ、風の影響は受けませんので、マコルちゃん。受けるのかな？受けるのかな？うわー、ちょっと待って、これ時間ない、時間ない、時間ない。絶対いけない、絶対いけない。これは、なんでしょうね。こう、伝え伝え行った方がいいのか。こっちからまずは、こうして、はい、行けるところから、いっぺんに渡ろうとしない、いっぺんに渡ろうとしない。はい、こっちに行きまして。安全地帯。で、安全地帯からの、こっち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 。こっちこっち。こうすると、こう、すんなり渡ることができるはず。いいね。よっしゃ。で、こうして、トコ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 、カラ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 。うわ、尻尾生えてる！かわいい！はい、戻ります。さてと、風が吹いている間、ああ！そんな！裏切り！どうしようどうしようどうしよう。いや、風が吹くのを待ちましょう。この真ん中あたりで。あとは魔力が尽きるかどうか。それだけだ。いやー、違う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 。ギリ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 、本当にギリギリ。よし、こうして、はい、最後の力を振り絞り、おおおお、間一髪。はい、魔力を回復。いけるか、弓矢じゃない。はい、あらら、あー、オッケーオッケーオッケー。さあ、おおおおお、危ない。危なかった、めっちゃ危なかった。何何さっき、おおお、スワモスさんか。これ無理じゃないか。待てよ、落ち着けよ。アイテム、ポーズ画面、ポーズ画面でハンマーを装備しまして、ハンマーを装備しまして、これ無理じゃないか、これ無理なんじゃないか、いっぺんに相手するの無理なんじゃないか。はい、的を絞りまして、ハンマーを横振りするんですよ。横振りするんですよ。いやもう難しいよ。特例を出します、特例を出します。このハート、この3つが尽きるまでにアモスさんをそのハンマーでぶちのめすことができればクリアという、この特例です。この部屋のみでの特例を特例したいと思います。無理です、本当に無理です。望んでいた結果なのか、こんなのが望んでいた結果なのか、ぬるげーすぎるでしょ。特例にしましょう。今回ばっかし風のタクト泣きの一回、今回だけこの特例を認めることにしましょう。情けない、ほんと自分が情けない。何を言われようともこれはもう仕方がない。小さな鍵を手に入れた。よし、気を取り直していきましょう。ふっふっふっ。さあ、小さな鍵を手に入れたということで、このマコレちゃんを一回最下層まで連れて行きましょう。落とすこともできるんですけれども、操りの歌で、しっかり優しく下ろしてあげましょうか。はい。はい。
いいですね。はい、ここまで下ろすことができました。でここで戻るを押しておきましょう。でリンクさんがあとは下に降りるだけ。テクテク、よし。で風が吹く前にマコレちゃんと合流しましたか風は吹いてしまいましたが、マコレちゃんと合流しまして、この小さな鍵を手に入れ、あ、いや待てよ待てよ、いやーこれそうか、いやーそうでした。このマコレちゃんの最下層、まだでした、まだでした。さ、マコレちゃんを、マコレちゃんもそうですね、マコレちゃんを、はい、釣りの歌で上まで連れて行きましょう。ちょっとした上まで連れて行きましょう。どこまで連れて行ったらよかったかな。わ、風で押されてますね。すごい押されてる。カメラワークがとんでもないことになってる。はい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 、マコレちゃんもこれ限界がありますから、いいところで下ろしてあげたいんですけれども、下ろせるところはあるのかな。あーギリギリ、くー危ない危ない、シュ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 、ここはここですね、ここはここですね。ということはこっちです、こっちです。わー風で押されてる、めっちゃ押されてる。よし止まった、今です。はいはいはい、でうまいこと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 、ここですね、ここで下ろしておきまして、あー気づかれた、危ない。で次はリンクさんが上に登りましょう。あそこのイカツイアモスさんが構えてるところまで行かなければならないんですけれども、マコレちゃんが受けてる、ダメージ受けてる。よーし戻ってる、オッケー。さ、気づかれた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 、あばばばばばばば、危ない。こっちですね、こっちくぐりまして、ここ覚えてるでしょうか、最初らへんの、最初らへんの、わあマコレちゃん投げてしまった。はい、まずはこの飛んでる人を相手しまして、もうダメージ食らうのは絶対嫌、絶対嫌。無力化、はい、でこれ倒しておきまして、向こうの人も倒しておきたいな。大丈夫か、下に降ります。おーとと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 、マコレ、あ、いやでもマコレちゃんは、マコレちゃんはここで待機させておいた方がいいのか、待機させておきましょう。でここ降りて、まあクレイジー、はいはいはい、うわうわ、倒しておいて、でここを風でスーンとしておいて、あ魔力危ないな。はい、ここら辺で構えて、どうする、あれ届かない、あ届いた、よし。でここで、はい、こうして、あれちょっと待ってよ、待ってくれよ、マコレちゃんこれ通れない、いや通れるのか、ちょっと待ってよ。はい、こうして、はい、飛んで、ああ、もう魔力がなくなる。踏んだり蹴ったりだよ、もうこれ。魔力なくなるとこんな枯れ葉になるんですよ。わあ、どうしようこれ。マコレちゃん置いてるしな。うわあ、魔力回復しなきゃ。魔力を回復させました。で、ここの、これですよね。このプロペラを回します。プロペラを回すと、お、無力化した。あ、ダブル？ダブル？あ、ちょっと待って、もうここ、よし。復活する前に、ああ、もう早いな、もう。よし。で宝箱はありますが、これは多分幸せの、いやーまあ取っておくか。はい、パッパラパターン、あー幸せのペンダント、獲物袋に入れておこう。でこの幸せのペンダントを取った後にマコレちゃんと合流、ああんなところにいる、危ないぞ。よし、でこのマコレちゃんを連れてあそこの石板のところに行くわけですよ。マコレちゃんがいますから、お石板と一緒に奏でましょう。あれこれダンジョンの中入ってきて初めて奏でるんじゃないか、地味に。メドリちゃんの時は結構頻繁にありましたが、さあ行きましょうか。はい、いきますよ。さ、風神の歌でこの石板を破壊しましたらば扉が出てきます。扉の先には中ボス戦、また閉まる。こんなもんね、さっきの大量アモスさんに比べたらもう軽いもんですよ。さあ特例なんかしないぞ、来いよ3人、あっとっとっと危ない、3人ペンにかかってこい。いやーしかしちょっと、ああ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 白い人の片方を相手する、あー黒い人は気づいちゃった、早いな、退避退避、すぐ退避、鎧を剥がしたかった、来い次は黒い人、 OK 飛ぶ飛ぶ、ですぐ退避、いいぞいいぞ、あ来い、よっしゃ
あ、脱げなかった、脱がせなかった、脱がせな、うわ、近い近い、剣が落ちてるな。あ、拾ったか、いや、拾った方がいいのか。よいしょ、これでもダメージ入りますから。はい、これの繰り返し、あ、来い。よいしょ、でこっちが無傷ですね。はい、脱がした、いいぞ、剣を取る、お、はい、おっとっと、おお、あっあっあっ、一体倒した、あ、空手モードか、剣を見つけて早く、あんた剣見つけて、ここ、剣いいぞ、あ、はい、ゲット、おー、見つけた、いい、見つけた、早い、いいぞ、こっち、次はこっち、空手モードの人が危ない、危ない、すごい、はい、この人は倒したでしょう、黒い人は倒した、多分、こんな持ってる場合じゃないって、振る、あ、投げる、おお、すげ、あ、白い人倒したじゃん、なん、危なかった、おお、はい、というわけで倒すことができました。あー、難しい、お、出てきた、はい、というわけでボス部屋の鍵をゲットかな。ごまだれー、ボス部屋の鍵を手に入れた、 OK、 さあこれでボス部屋まで直行すればいいんですけれども、このボス部屋まで行くまでがまたかなり困難な極のり道のりになっております。というわけでテープチェンジ完了で、マコレちゃんを連れて、マコレちゃんを下ろして、もうここ危ない、飛んでる人が、もうやだ、もう粘りっこい、よし、はい、で、これで今のうちに、はい、こっち道を作っておきまして、危ないぞ、ここ、はい、で、ここは素通りするでしょ、素通りしまして、あそこのエントランスホールに行きます、いい感じ、よし、階段を上り、ひやひや、はい。で、ここにつき、あーっとっとっと、しかし、うわー、なんて絵面だ。はい。早くしないと、リンクさんが危ないぞ。で、ここ、操りの歌で、マコロちゃんを安心安全に下に下ろしてあげましょう。いいぞ。はい。うわー、あ、どうなったの、いや、はい、降りました。で、マコレちゃんも下に降りておりますと思いますので、危ない。マコレちゃん、あ、いた。で、ここで小さな鍵を使うわけです。うわー、プロペラが危ない。こっからが、はいやー、はいやー。閉まってんの？もうどうしてこんなに難しいの、ここ。上、なんかすごい上があるな。何が出てくんの？かわいい。まずは鳥さんを倒さなければいけないな。もうあんなところ出ちゃってな。うわ、動けない。危ないじゃん。危ない。絶対やられたと思ったよ。こっち？ああ、もうダメ。はい。屋根に隠れている。で、骨付きさんの人は、骨盤さんはめっちゃ遅いので、見た感じ。移動遅いっすね。次どこに出た？また上かよ。よいしょ。はい。あ、出てきてる。くそ、間に合うか。オッケー。じゃ、いいぞ。ハンマーを使うまでもないわ。どこに出てくる？上か。あそこか。屋根。オッケー。あ、この真っ黒クロスケでよかったな、ほんと。ね、全然ダメージを食らう心配はありませんから。また上か。もう骨盤さんを先に相手した方がいいのではないかと考えてきました。おっと。はい、どうだ？いや、もう骨盤さん、爆弾を用意しておきましょうか。あ、来た、来てる。よっしゃ、倒した。で、あとは骨盤さんの倒し方はもうこんな感じで。いやー、もうハンマーを装備する必要はないのか。真っ黒クロスケちゃんも、もう1体や2匹ぐらいつけて、もうアクセサリーぐらいで、もうアクセサリー感覚でつけとくか、もう。ちょいや。さあ、まずは、持って、人が遅いので、爆弾はすぐ
爆発すると思います。来いよ。ほい。ほい。よっしゃ、来た。で、まずは一体一体。一体一体相手を倒しましょう。はい。はい。オッケー、いいぞ。まずは一体倒しました。で、もう一体は片方は復活しますが、また爆弾を持って投げて、リバース、リバース、リバース。ドカン。で、顔をすぐさま察知しました。顔をすぐさま察知しまして。はい、オッケー。なんだかクリアすることができました。しかし時間はかかるな。あれ？まだ開かない。ああ、そうか。そうかそうか。ここフックショットを使いまして、こっちですね。こっちにまずは引っ掛けまして、こっちで合ってたかな？いや、どんどんと上に行くんですね。で、最後ここ、額に、なお、ゲッタチャンス。で、あ、ここは、そうか、ヘビーブーツか。はい。そうすると、開きます。そうすると開きます。はい、完璧で、マコルちゃんはこっちか。どっちが開きました？こっちですよね。で、真っ黒クロス、危ない。で、この先は、あ、うわ、もう風の神殿難しすぎやろ。待て待て、爆弾で爆弾で牽制しましょうか。ほら、あ、来い。よし、投げた爆弾、自分が危ない。はい、君たちみたいなので、もう手をこまねいている場合ではないのだ。さっさと来い。はい、もう一体、もう一度来いよ。よっしゃ、難なくクリア。ここは大丈夫、ここは大丈夫。で、あとはあの爆弾さん、爆弾さんというかアモス強化版さん、この人は、はい、投げた。これで終了。あ、簡単ですね。はい、単独犯だとこれだけ簡単な人はいません。はいはい、3拍子シュッ。で、これでもうあとは勝手に倒れますので、マコルちゃんを連れて、バカです、マコルちゃんを連れて、ここはどうだったっけな。あ、そうですね、マコルちゃんをまずは上に連れていきましょう。操りの歌で、はい、いきますよ。うんうんうん。で、この風をかいくぐります、かいくぐります、かいくぐります。うわー、あー、マスターハンドさんがいるよ、クレイジーハンドさんがいるよ、フロアマスターさんがいるよ、呼び方めっちゃ変わるよ。はい、木を生やしました。で、木を生やすと風がなぜかこうなります。風がなぜかこうなりますので、ここはもちろんフックショットでスルイといけるはずです。ほら、よし。で、フロアマスターさんをまずは倒しておきましょうか。おっと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 、つまずいている場合ではない、つまずいている場合ではない。こっちの人が厄介なんですから。無力化。おっと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 。はい。向こうの人も倒しておくか。まあ、あれぐらいだったら大丈夫でしょう。かいくぐれるはず。さあ、マコルちゃん、お願いしますよ。はい。よし。入り口前にこのいやらしくいるな。こっち。おっ、ここで最後じゃないか。はい。風の神殿、最後のダンジョンといいますか、最後のギミック。ここがまたね、ちょっとえらい難しいことになっておりますよ。このね、この鉄のブロックを押します。で、鉄のブロックを押しますでしょ。で、めっちゃ早い、めっちゃ早い、手前の2つ目の人めっちゃ早い。でも、こう1個で、この鉄の箱1個で2つのこの鉄アレイといいますか、この ギロチンさんを相手することができるんですよ。で、さらに危なくないように、こっちこっちこっち、もっともっともっと安全にできるんですよ。ほらほら、追いやる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 。これでもう僕たちに刃が届くことはありません。で、あとは、そうですね。はい、脱ぎまして、こっちの木箱さん、こっちの木箱さんを、そうですね。ここは一回、こっち真ん中ぐらいまで押しておきましょうか。真ん中ぐらいまで押しておきまして、真ん中ぐらいまで押しておきましたらば、ヘビーブーツを履きます。で、ヘビーブーツを履きましたらば、こっち置きます。押します。で、押して、溝があるでしょ？溝見えますかね？ここの溝に、この鉄の箱を押します。鉄の箱っていうのかな、鉄あれ、鉄の箱でいいでしょう。この鉄の箱を溝に落とします。そうすると、はい、これ通れることができるんですけれども、まだギロチンさんが活躍しておりますので、ここ一回脱ぎましょう。で、最後のこの鉄の箱なんですね。この鉄の箱を真ん中まで押し寄せておく。で、溝に鉄の箱を落としておきましたから、この鉄の箱を運ぶ時でも鉄の箱さんが
化学反応を起こしてこの鉄の箱の上で鉄の箱を動かせるという哲学、哲学、まあ哲学。溝に落としたのはこういうことをするためだったんですね。で、はい、ギロチンさんを無力化、無力化、これでいいですが、ちょっと危ないので、はい、ここぐらいまで押しておきましょう。まあ完璧ですね。で、ヘビーブーツをはい、スーッとしまして、マコレちゃんを担ぐ、マコレちゃんを担いで、で、なぜか担いだままでも履けるヘビーブーツ、どっから出てきた。で、これでこう風に吹き飛ばされることもなく、ギロチンさんに刃を当てられることもなく、マコレちゃんを運んで向こうの石板のところ、見えますでしょ、石板のところまで運べるというわけです。でもここら辺で風は止んだのか、油断はしないでおこう。よし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 。さあ、ここでヘビーブーツを脱ぎ捨てまして、最後ここですね、ここで風神の歌を奏でると、もう目の前にはというわけで、やっとこさ来ました。これで目の前がボス部屋と、でボス部屋の手前に壺がある。なんとありがたいことか、本当に嬉しい。はい、これで爆発させておきましょう。勝手に爆発するでしょう。さあ、というわけでボス部屋の前まで着くことができました。風の神殿、まあ最初に言った通り一番難しいダンジョンとなってしまいました。過去形出ましたね。難しかった、非常に難しかったです。もうこれから先あんな特例は二度と出ませんので、はい、もう安心してこのこれからも風たく縛り実況をご覧になってください。失礼します。今回は情けないところをお見せしてしまいまして大変申し訳ありませんでした。次回からガツガツ男の手で、男の手塩にかけて頑張りますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。ありがとうございました。